ウルビーノはイタリア共和国マルケ州北西部にある都市で、その周辺地域を含む人口約1万5000人の基礎自治体。ペーザロエ・ウルビーノ県の県都の一つである。山間部の小都市であるが、多くの文化遺産を要する芸術の町として知られる。中世にはウルビーノ公国の主婦であり、ルネサンス期にモンテフェルトロ家のもとで最盛期を迎えた。 ラファエロはこの都市の出身である。ウルビーノ歴史地区は1998年にユネスコの世界遺産に登録されている。ペーザロへウルビーノ県北西部の内陸に位置するコムーネで、ペーザロと共に県ントとされている。ウルビーノの市街は、 サンマリノ市の南南東2 8トル、ペーザロの南西3 1トル、ペルージャの北北東約7 1シュ州都アンコーナの西7 2トル、フィレンツェの東1 1 1トルにある。隣接するコムーネは以下の通り。RN はリミニ県所属を示す。ローマの目立たない都市ウルイヌムマタウレンセが重要な、戦略上の用地となったのは6世紀のゴートとの、 戦争において出会った。538年に町はゴートから東ローマ帝国の将軍、ベリサリウスに取り戻された。このことはしばしばビザンチンの歴史家プロコピウスによって述べられる。ピピンがウルビーノを強行領として検定したにもかかわらず、1200年頃までコムーネは独立自治の伝統を表明していた。1200年頃、町は モンテフェルトロ近くの貴族の所有に返した。これらの貴族は直接ウルビーノを支配しようとはしなかったが、市民が彼らをパデスタに推挙するように圧力をかけられた。その例は1213年のボンコンテディモンテフェルトロに伺える。その結果、ウルビーノ市民は反乱を起こし、他の自治都市と同盟し、1234年には再び市の支配権を回復した。 ゲルフとギベリンの争いにおいては、講演したウフェン家の皇帝や教皇と同盟するよりは、個々の家族や都市と同盟することが多かった。13世紀から14世紀にかけては、ウルビーノのモンテフェルトロ家の領主たちは、マルケとロマーニャにおけるギベリン島の指導者であった。フェデリーコの肖像、モンテフェルトロ家で、最も有名なのは、1444年から1482年に、 在位したフェデリーコ・ダ・モンテフェルトロである。結出した傭兵隊長であったフェデリーコは外交にたけ、また熱烈な芸術と文芸の保護者であった。フェデリーコの宮廷では、ピエロ・デラ・フランチェスカが遠近法の技法について書き、フランチェスコ・ディジョルジョ・マルティーニが建築論を表した。またラファエロ・サンティの父、ジョバンニ・サンティが文人として活躍した。フェデリーコの死後は、 息子のグイドバルド・ダ・モンテフェルトロが後を継ぐ。チェーザレ・ボルジャは、強行領を回復するため、ウルビーノを攻撃し、グイドバルドと比のエリザベッタ・ゴンザーガは亡命するが、チェーザレの失脚後、ユリウス・ニセイの支援を受けて、グイドバルドが復帰する。再び、ウルビーノの宮廷文化が栄える。この時期のウルビーノ宮廷は、バルダサーレ・カスティリオーネの宮廷人に描写され、 宮廷人の理想像として伝えられた。この書はイギリスなどで紳士の理想像とも解釈され、第一次世界大戦の頃までヨーロッパに影響を及ぼした。グイドバルドの死後は、養子のフランチェスコ・マリアが後を継ぐ。メディチケ出身の教皇レオ10世は、ウルビーノを攻撃し、教皇の甥い、ロレンツォをウルビーノ皇にする。1519年に、ロレンツが創生し、 レオ10世も1521年に救世したため、フランチェスコが復帰し、ウルビーノは教皇領の中のデッダ・ローベレ家の所領として残ることになった。1626年ウルバヌス8世は、ウルビーノ公爵領を教皇領に組み入れた。後継ぎを暗殺されたデッダ・ローベレは陰性するに、当たり領地を教皇への贈り物としたのである。ウルビーノは、ウルビーノ大司教の統治するところとなった。 1657年、ウルビーノの図書館の蔵書は、ローマへ移され、バチカン図書館に加えられた。以後のウルビーノの歴史は、教皇領の歴史の一部となったが、1860年にサルデーニャ王国に並行され、1861年以後は、イタリア王国を経て、イタリア共和国の歴史の一部となる。ウルビーノには、以下の分離集落がある。 旧市街は山間にあり、城壁で囲まれた小さな町である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。